こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。本日もありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。なんか、結構集まってくださいました。本当ですか？おお、すごい。今16名、いらっしゃるんですよ。本当、嬉しいです。嬉しいですね。いつも、はい、大人気というかね。これも、リピさんが細かく、プールを運営されてるからじゃないですか。いえいえ、久保さんの人徳です。ありがとうございます。今日はね、あれですよね、思わずいいニュースがいろいろとお知らせできるというね、おまけ付きといいますか、本当に、この、なんですかね、ビットポイントジャパンの日本上場をただお祝いしようかなと思うぐらいのものだったんですけども、それ以上の、あれから、時間が過ぎて、激震が来たような気がしますね。あと3分ほどあるんですけども、いかがお過ごしでした？この何日かは。大雨が来たりとか、緊急事態なんとかがあったりとか、あとは、あれですかね、暑い日中もあったと思いますけども。そうですね。あ、結構気温の上下差は大きかったですよね、確かに。寒い日もあったし、まあ今結構コロナ、あ、僕東京なんですけど、はい、コロナが本当に感染者数多いし、医療崩壊がほぼ起きてるから、うん、怖いです。まだワクチン打ってなくて。そうですね。いろいろとその辺もちょっとこう判断が迷うところもあったり、怖いところもあったり、でもまあね、はい、ワクチン打った方がいいかなという判断もありますからね。うん、難しいですね、今は特に。はい。まあでも、あれですよね、人との接触が多い方は、やっぱり基本的に打った方がいいような気がしますね。うん、そうですね、確かに。まあ、仕事、IT 系の仕事、仕事やってるんですけど、まあ、結構リモートワークなんで、僕はそんなに外出ず、まあ、まだ打たなくていいかなって、なったし。はい。あれ結構環境としては、例えば、今月見送っても来月チャンスがあったりとか、来年は別に自由に打てますよみたいな、個数制限とか、人数制限とかにかかったりとかしてないんです？今のところ、ちょっと僕が情報収集できてないだけかもしれないですけど、大丈夫じゃないかな、そういう制限は、僕の耳には入ってないです。はい。まあなんか予定してたワクチンがちょっと足りないというね、情報もあったり、いやいや、でも、積極的に打たない人がいるから結局余ってるっていう、なんか地方でも村ができていて余って廃棄みたいなところがあったりとかね。もったいない。はい。なんか保管が難しいのと、あと、予約して会場取ったけど、来ない人もいるわけなんですよね。そうなんですね。まあ、直前でちょっとやめとこうかっていうのとか、用事ができてどうしても、いけませんでしたみたいなのもあって、まあ処理しきれないから、まあそういう場合は、もう打てる人が打っていいよみたいな、特例出てましたけどね。うんうん。だからその会場の職員さんとか、なんかその通りすがりの人とか、なんか、みたいですけど。本当かいなみたいなね、気がします。あれ、久保さんワクチンは打たれたんですか？あ、僕は打てないですね。あ。一応申し込み来たんですけども、まあ、今回は断って、はい、もうしばらくあとかな。接触がないんでね、私ね。うんうんうん。人との接触全くないんで、まあまあそんな焦ることはないかなと。その分、他の方から優先的に打ってもらって、まあ私は例えば、2、3ヶ月遅れても1年遅れても、それほど大きな問題ないかなっていう判断なんですよ。うんうん。もちろんワクチンに対する恐怖はないんですよ、全然。抵抗もないですし。基本的にはやった方がいいんじゃないかなと思いますけども、だったら、感染リスクの高い人から順番に打った方がいいと思うんですよ。もう私一人ですけどね、譲ったとにしても。あんまり意味がないかもしれませんけども、気持ちだけ。ご家族の方も打たれてないですか？いや、家族も打ってますね。あ、打ってるんですね。そこはまあ、私の判断とはちょっと違うところで、あ、打たないよとは言ってますから。私は。なるほど。でも、家族というか、両親はちょっと高齢なんで優先的に打ってますし、2回目も。まあ、奥さんもね、今日行ってみたい、行ってきてみたいって、ちょっと腕が痛いと言ってます。ああ、そうなんです、ね。
上がらなくなるらしいですよね。ああ、そうみたいですね。うん。だから結構共通の軽度な、状況ないんですけども、深刻なやつってたまにあるんで、何百人が一人。はいはいはい。本当になんか、お亡くなりになったりとかもしてるんで、なんかちょっと怖いような気がしますね。それ聞いたら。そうですよね。でも基本的にほとんどの人には、有効にしか作用しないんで、特殊な例を持ち出してね、恐れることはないかなとは思うんですけどね。うんうんうん。いやー、まあ、これはまた別のカテゴリーでお話しした方がいいですね。このワクチンなんとかかんとかは。なんか、半分、信じる信じないみたいな話にもなってくるんでね。私たちはちょっと体のことをお話していきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では23名の方をお迎えして、今日もスタートしていきたいと思います。リピさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんも遅い時間お集まりいただきましてありがとうございました。今日はですね、皆さんご存知の体の枝、ホルダーの方も多いと思いますけども、ついにね、日本上場ということで、もう手軽にね、売買ができるんじゃないかなっていう期待。それとともに、最近の価格ですよね。ものすごく上昇してきて、おかげさまでステーキングの方も順調に、クリアして、エポックが明日も切り替わるんでしたっけね。はい、そうです。もう皆さんにはね、ワクワクすることしかないかなと思いますけども、この緊急ライブに際して、特別な情報がありますよって話はないですからね。まあでも、一度改めてここでね、体の枝ってものをもう一回、叩き直してですね、どういったもの、どういうふうに私たちは希望を持ってきたのか、そして、どのぐらいちょっとね、寂しい思いをしてきたのかっていう時期もありましたし、あとはリピさんにね、日々、管理していただいているステーキングプール、こちらの方のお話もちょっとしてみようかと思いまして、今日は時間を取らさせていただきました。それでは最初に、私がね、リピさんのことを紹介したいと思いますんで、皆さんちょっとね、ご存知の方もいると思いますけども、聞いていただければと思います。野村さんね、リピさんはね、東京の方に今お住まいなんですが、私の放送を見てくださったのがきっかけで、しばらくして、速回塾の方にもお申し込みいただいて、で、その後、体の枝、私がね、しつこく放送してるんで、いろいろと関心を持っていただいたみたいで、ステーキングプールを運営できるところまで、自学自習されて、ものすごくね、熱心に、今も情報発信とか、ステーキングプールの運営されてきて、で、委任された体の枝、まあ、1億円以上でしたっけね。ちょっと金額、正確なこと、私もはっきりわかんないんですけども、かなりの大きな金額が集まって、おかげさまで。で、皆さんにも、報酬をお返しできてるっていうところかなと思いますけども、委任された方は本当にね、信頼していただきまして、ありがとうございます。で、これからもね、5日に一度、動画を3つ、コンスタントに送っていただいてますんで、そちらの方で、まあ、暗号通貨のこととかね、ステーキングのこととかを少しずつですけども、親しんでいただいて、慣れていただいて、まあ、学んでいただければなと思っておりますんで、リピさん、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ご覧の通りの、マスクはしてますけども、イケメン、若い、30数歳、30代前半でございます。だったですよね。はい、そうです。はい、非常に頼もしい仲間だと思っております。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、リさんの方から私の印象をちょっと聞くのも恥ずかしいんですけども、知り合って、それから最近結構ね、こう、濃い関係にさらになってきたわけですけども、何かこう、感じることがあればお話しいただければと思います。少しでもいいんで。はい。でも最初知り合ったのって確か2017年とかですよね。そうです。そこからだから、もう4年とか。はい。本当に、なんだろうな。4年間お付き合いする人って、まあ、そうそういないし、しかも、なんだろう、リアルじゃないじゃないですか。そうですね。そういう、はい。ネット配信の関係から知り合ったってことで。うん、いやすごいなって。まあ、特にやっぱり思うことって、いや、久保さん、本当に、一日も欠かすことなく、毎朝情報発信してるの、本当すごいなって、めっちゃ思って。なんか、いや、絶対自分じゃできないなって。4年間毎日は、ちょっと無理ですね。ねえ、なんでしょうね。もう、私は人間関係がないんでね。YouTube だけが社会ですよ。いやー、でも、それでも本当に、うん。なんか、1日ぐらい休みたくなりそうですけどね。おかげさまでね、気がついたら、なんですよ。本当に。なんか、1日1日は、なんかそれほど負担なくやってるんですけども、振り返ってみたら、
ずっと続いてるみたいな感じですよね。で、そもそもこれね、私、Facebook ライブを毎日やってたんですよ。で、Facebook ライブを4000回ぐらいやってて、YouTube ライブってのが始まった時に、YouTube ライブに移ったら Facebook ライブの視聴者さんが全部いなくなるんじゃないかなと思って、ちょっとね、なかなか決断できなかったんですけども、まあでも、Facebook ライブの、その、なんていうんですかね、動画データが YouTube にアップロードするとちょっと画像が悪いんですよ。ああ。まあですんで、YouTube の方に変えたいなと思って、YouTube に、えいやってしてみたら、案外 Facebook の方がこう映ってきてくれてですね。大きなダメージにならなかったみたいなね。だからちょっと勇気を出して何でもやってみることかなと思いましたね、やっぱりね。すごい。おかげさまで、YouTube ライブもこうやって、だから、まあ、5年ぐらい続いてますんで、これからもやるんじゃないかなと思うんですけどね。視聴者さんがいなくなってもやると思います。すごいですね、本当に。ええー、もう、そんな、もう、それぞれ、ね、いろんな持ち味があると思いますんで、私の方から見ると、リピさんの、ステーキングプールの運営の方がもう、雲の上ですよ。あ、いやいやいや、でも本当に、こうやって、今、今、1500万 ADA ぐらい、ステーキング量になってるんですけど、はい。本当に最初の、なんだろうな、始めたばっか、もう当然ゼロじゃないですか。はい。そこから、やっぱり、ここまで成長できたのって、本当にやっぱり、他にもいろんなプール運営されてる方いるんですけど、皆さんやっぱり最初がすごい大変なんですよね。うん。最初、そのブロックが生成できるようになるには、まあ、最低でも、100万 ADA は必要っていう状態で、うん、ここまでが、一つの大きなハードルになるんですけど、うん、自分の場合、久保さんが、本当に、心よく引き受けてくれて、告知の部分っていうか、それで本当に助かったっていうか、本当にもう感謝してもしきれないぐらいですね。確か、私も思い出すところがあるんですけども、そうですね、私の方に、ステーキングしませんかっていうふうに、リピさんが持ちかけてくださったときに、私すでにもうステーキングかけていたんで、まあ、ごめんなさい、古い付き合いでどうしても、これは変えられないんです。でも代わりにこれができますよって私お話したんですよね。そうです、そうです。ええ。で、これはね、実は、ステーキングってものを知ってるけども、そのために体のを保有してるんだけども、どうしても勇気が出なくてできなかったんですっていう相談を結構受けてたんですよ。で、私としても、ステーキング自分の責任で自分のことをするのはいいんだけども、でも人を紹介するほどにはどうかなと思ってたところに、まあ、リピさんがお話しくださったんで、これがきっかけだなと思って、まあ、放送をしてみたんですよね。懐かしいですよね。一緒にズームやって練習したのが。懐かしいね。とてつもない量集まったなと思ってね、たまげましたね、私もね。本当に。うん。うん。ですんで、まあ。はい。これはもう本当に、お互い様っていうか、協力してできたことなのかなと。私一人でもできないし、リピさんだけのものでもないと思いますし、やっぱこう自分の大切なね、体の委任してくださった皆様の、本当おかげでもあるんで、みんなの、このチームの力かなと思いますよね。お互い様様ですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、それでね、1500万っていうね、もう考えられないような、エイダが集まっている、リピさんのプールなんですけども、あれから数ヶ月経ってね、まあ、期待はしていたんですけども、今日の時点で312円つけてるわけなんですよね。はい。で、一時期低迷してきた、ビットコインはじめイーサリアムみたいなのも、かなり持ち直して、今日、ビットコインなんで550万抜いた瞬間もあったりとか、最近のこの暗号通貨とかね、体の枝の価格の動きについて何かこう、感想とか期待みたいなのあります？まあ、カルダノに関しては、やっぱり、まあ、300円はいずれ行くなとは思ってましたね。このカルダノのポテンシャルを考えると、まあ、2018年、9年とかってなかなか辛い時期ではあったけど、でもカルダノは必ず、まあ、もしかしたら10年ぐらいかかるかもしれないけど、必ずまた値段を戻してくれるっていうのは、まあ、信じていたので、そこまで大きな焦り、まあ、枝売ろうという気持ちにはならなかったんですよ。で、ここ最近のこの300円は、まあ、行くなとは思ってはいたんですけど、ここまで早いタイミングで上昇したっていうのはびっくりですね。それはありますね。うん。やっぱりこう、
2018年とか2019年ね、体の枝の価値に比べて価格があまりにもちょっとこう、元気がないなっていうのは、ホルダーみんな感じたことだと思うんですよ。で、なんでここまでね、チャールズ・ホスキンソンさんも世界を回って活動してる。実際にロードマップも進んでる。で、ものすごくロジカルな説明もあったりとか、私たち、体の枝が興味を持って積極的に、まあ、勉強させてもらってる情報を取ってるものとしたら、なんでこれがうまくいってないのかな、どうして評価が悪いのかなと思ってたんですけども、いやでもここね、1ヶ月ぐらい、特に250円超えてから、普段取り上げないようなネットメディアとか暗号通貨の情報誌でも、体のがどんどん出てくるようになったり、一番顕著なのは、なんか YouTube にね、体の枝はこれからですみたいな人が、なんか急に現れてきていっぱい。お前ら何だよみたいな。それがすごくね、面白いのと、プラス、やっぱりこれが、特定の通貨が盛り上がることなんだろうなと思いましてね。私もすごくワクワクしてるところなんですが、やっぱりその300円ってのがね、もうちょっと後かなと思ったんですけども、なんか案外早かったなっていうのが多分共通の印象だったんじゃないかなと思います。やっぱこれは、これからの日本の市場を捉えたときに、まあ、ある人は、あ、今のうちに仕込んどかないと、本当に手遅れになっちゃうって思う。そんな方もいらっしゃると思いますし、ある人は、よくわかんないけど人に勧められて買った方がいいよって言われたんで闇雲に買ったみたいなね、そんなちょっと危なっかしいことも起きてるのかと思いますけども、なんかやっぱり、第何回目かわかりませんけども、なんか体のに集まる注目度ってのがまた今やってきたなと、やっぱり上場も控えてますし、その後コインベースってのも後情報できたんでね、コインベースといえばもう体の扱ってるところなんで、日本で活動開始するときに体のが入るんじゃないかなっていうふうなね、ちょっと期待もしちゃいますよね。その辺をなんか、なんていうのかな、リピさんの方から見て、これからの暗号通貨市場全体に向けた期待とか、この暗号通貨っていうのがね、ある意味淘汰されていくものもあったりとか、なんか、ま、考えをまとめろっていうのも難しいと思いますけども、ざっくりとなんか、じゃあ、半年後、1年後、どういうふうになるのかな、もしくはなってほしいのかな、みたいなところがあったらお聞かせいただけますか。やっぱり順調に、暗号通貨市場全体的に、まあ、いろんな人に普及していってるなってのは、やっぱり誰もが思ってるとこかなと。で、2018年から20年の時って、やっぱり暗号通貨って危険なものだとか、まあ、詐欺なものだっていう、まあ、当時確か ICO とかがあって、もう、総崩れしてたと思うんですけど、はい。まあ、そういった、なんか危なっかしいイメージっていうのが、だいぶ払拭されてきたんじゃないかなっていうような感じを受けますね。うん。世界全体的にポジティブな印象を持ってくれてるのが、まあ、気持ち的に暗号通貨市場が明るくなってるのかなってのを思っています。うん。それは確かにありますよね。で、ICO っていうのは確かに2017年、2018年とものすごく盛り上がって、そして、はっきり言って全部と言ってもいいぐらい、どうにかなっちゃった、なくなってしまったと。中には有名芸能人が出てきてね、大々的に成立した挙句、今どうなってるのあれみたいなものがあったりとか、非常にね、がっかりするものが多かったと思うんですよ。その中で、私今ね、すごくね、この暗号通貨ってものが、そこを固めてきたっていうかね、信頼をやっと勝ち得てきたのは、もう皮肉なことに ICO なり暗号通貨に投資してお金を失った人が、もうね、再起不能で入ってこれないっていう風なね、悪い言い方したら、引っかかりやすい人が淘汰されちゃったみたいなことがあったのかなと思うんですよ。で、生き残った人はものすごく慎重になって、チャンスがあるよって言ったものに飛びつかなくなった。で、プロモーションも売れないから、もう極端に減ってきたってことなのかなと思うんですよ。それこそ2017年、2018年っていうのは、私もね、情報発信していて思っていたんですけども、とにかく毎日新しい ICO が生まれて、そんなわけねえだろみたいな。で、いろいろとこう、訴訟にもなったりとかね、それを見ながら、私もいろいろとセールス持ちかけられたんですけども、一件も紹介しなくてよかったみたいなね。どれか紹介したらもう自分自身終わっていたなと思うんで、ずっと体のっていうふうにね、しつこく言ってきて、私もそれほど自信があったわけじゃないんですけども、さすがになんか体にこだわりすぎてチャンス逃してんじゃないかなみたいな弱気になったこともあったんですけども、まあでもね、そういう辛い時期を通り抜けてきて、うん、もちろん体のも手放さなかったですしね。同時に手放さないといけないような状況にならないようにも、当時はビジネスをしっかりと固めてきたりとか、投資も私はね、2017年から FX を始めて、
そこから本格参入してきましたんで、やっぱ暗号通貨には絶対手をつけないぞって、これも完全な余剰資金のつもりでやってましたんでね。だからやっぱこう、今日のね、ある方の放送でもあるんですけども、まあ、忍耐が利益を生む、それがまあ投資なのかなと。本当に、ここに今日来てくださった方っていうのは、ある意味ね、体のをあまりにも押したがゆえに恥ずかしい目に回っちゃったりとかね、なんか引っかかってんじゃねえって言われたのかもしれないし、こっちの通貨、こっちの ICO を乗らないんで、バカだよねみたいな言われたかもしれませんけども、まあ、今年は体に答えが出始めてきたのかなっていうふうにね、思いますし、これから体の価格もしっかりと安定してね、もう300円どころじゃなくて、まああまり煽るつもりはないんですけども、まあ500円とかね、600円とか1000円とかっていうのが見えてくるのかなと思うんですね。ただ、すごく気をつけないといけないのは、まあビットコインにしてもカルダノにしても、今まで途方もない倍率で価格を上げてきましたけども、ここまで上がることはもう今後ないというふうに私は思うんですよね。例えばカルダノこれから今300円で購入しても、これが1000円になることはあっても、じゃあこれが20万円になりますかって言ったら、ちょっとそれはね、考えにくいですよね。通貨市場全体のことを考えても、もしかしたら長い期間のうちにはなるかもしれないけども、2014年、2015年ぐらいに 0.2 円でプレセールで購入した人が、今、1000倍ぐらいになってると思うんですよ。1000倍以上か。まあ、1500倍ぐらいになってますけども、その1000倍とかね、何百倍みたいな流れはもう今後、かなり期待しない方がいいかな、というふうに私は思ってますね。まあ皆さんもいろいろ考えがあると思いますんで、私はまあ、そこまでこれから今暗号通貨に参入して数百倍っていうのはちょっとあんまり見ない方がいいかなと思ってるんですよ。それは本当に信頼できるようになってきて、そこまで投資の利回りが大きくなんないのは、しっかりとしたものになってきたらそんなにね化けないっていうかね。まあテクノロジーがまた体の例に関しましては量子コンピュータ体制とかっていう私たちが経験したことないような変革が訪れますんで、その時にまた分かんなくなりますけども、もしかしたら、イーサリアムとかビットコインが淘汰されて、体に一点に集中したら、ちょっとね、とんでもないことになるかもしれませんけども、まあ、いろいろとね、その辺も想像してワクワクしながら、そして同時に慎重にことを進めながら、資産をお互い守っていきたいなと思ってますね。はい。それでね、ちょっとリプさんにまたお聞きしたいことがあるんですけども、はい。まあ、今までね、リプさんのステーキングプールに集まった体の合計金額、さっきちょっと簡単に教えていただいたんですけども、これによるね、ステーキングってあるじゃないですか。はい。ステーキングでお返ししてきた全体の利益ってどのぐらいのものになるのかちょっと想像つきます？あ、計算してみました。おお、すごい。ですね。最初、第1回目の速稼塾限定の時の募集で、はい。大体まあ、さっき言った通り、400万 ADA くらいでした。はい。で、それが、まあ、大体今、JSP はちょうど 5% くらいの ROS になってて、はい。ってなると、大体ですね、5万7000 ADA ほどが委任報酬で、その最初の、400万 ADA 委任してくれた方々に合計でお返ししています。おお。ということは、ちょっとイルズさんがボリューム出てますんで、ミュートさせてもらいます。すいません。はい、どうぞ。5万7000円ですよね。はい。ということはこれ金額にすると、今電卓弾いたら1700万円ぐらいが、いろんな人のところに、なんか、旅立っていったってことですかね。まあ、そうなりますね。当時、だいたい速稼塾の方で20名ほどでしたね。はい、はい。なので、20名の方に、まあ、この、5万7000 ADA をお返しできたということになります。すごい。1700万割る20名ぐらいだから、いやらしいですね、人の懐計算して。すいません。一人平均85万円儲かってるよということですよ。どうしましょう。ねえ、こうやってね、皆さんの懐がね、掴まれてしまうというね。まだ平均ですからね、平均。でもすごいですよね。はい。じゃあ、今、1500万 ADA お預かりしていて、これからもまた増えていくと思うんですよ。そしたら、リピさんから見るとですね、
たくさんの人に委任してくださった、そしてステーキングプールを選んでくださったお礼がコンスタントに出せるっていうのは、これは喜びですよね。うん、そうですね、本当に。うん。うん、で、はい。いつもね、動画の方を送っていただいてるんで、それを皆さんにも私も再配信してるんですけども、あの動画を作るときってのは結構こう、楽しみっていうかワクワクしながらやってるもんなんです。もう結構ルーチン作業みたいになっちゃってます。今はだいぶルーチン化はしてるんですけど、まあ結構気がかりっていうか、うん、やっぱり毎回ブロックの割り当てですよね。はい。報酬ってランダムに発生するんですよ。うん、その毎回その体のネットワークから、宝くじみたいな仕組みで、はい。毎回そのプールが、生成するブロック数ってばらつきがあるんですね。はい。なので、まあ、多いブロックの時もあれば、少ないブロックの時もあるっていう仕組みになってて、まあ、それは、どのプールも一緒だし、仕方のないことではあるんですけど、まあ、それでも、やっぱり、まあ、多いブロックのエポックが続いていれば、僕も気持ち的に報告して、嬉しいって気持ちにはなるんですけど、少ないと、ちょっと、みんながっかりしてるかなって、気持ちになっちゃいますね。ええ、動画のトークの中にそれが結構入ってるんで、なんかすごくリアリティがあってね、お人柄が見えて、本当に安心だなと思います。それでも、正直には、報告しようっては思ってます。はい。まあそうですよね。うん。まあ、いいこともあれば悪いことも、悪いことってのは別にないですけども、いいこともあれば、ちょっとだけしかいいことがない時もあるみたいなね。そうです、そうです。まあ、どっちにしてもいい感じですね。で、元となる体の科学もこういうふうに上がってくると、もうすでに皆さん、天国行きですよ。リキさん。これからも送ってください、動画の方。でね、今回ね、体のエイダの上場した理由について、ビットポイントジャパンの、これ代表取締役である、小田さんって言われるんですけどもね。この小田さんに取材をした記事がちょっとあるんで、ここでちょっと紹介させてもらいます。ビットポイントジャパンの代表、小田社長に聞くということで、ADA をリスティングした具体的な理由について教えてくださいっていうふうにインタビューしたところ、こういうふうに答えてるんですよ。ADA は国内外で非常に人気が高いトークンですと。日本では過去の一部マーケティング手法により、そのプロジェクト価値が適切に評価されないこともありましたが、我々が評価したところ、プロジェクトとしての価値の高さを改めて認識し、また ADA が目指すところが、SDGs の観点でも秀でてると判断し、今回のリスティングに至りましたということで、これは何を見せるかっていうと、プレセールの時に、一部ちょっと困った人が影響力を出して、セールスしたっていう経緯があるんですよね。で、その方は他の案件は全部こかしてるんですけども、体のエイダだけは、まあ、当たったみたいな経緯があって、ちょっと体のエイダに、汚れがついちゃったっていう風なね、そんな、ちょっと私も表現が、これでいいのかなと思いますけども、まあ、いわゆる詐欺っぽいセールスが流行っちゃったんで、体のエイダって適切に評価されずに、日本上場が遅れたっていうところで、ビットポイントジャパンが、改めてね、見直してみると、いや、これは第一線でやらないといけないんじゃないかなってことで、今回、上場に至ったってことらしいんですよ。ですから、やっぱりこれは体の間のホルダー、みんなが思ってるように、ちゃんと見てくれたらちゃんと評価されるべきものなのになっていうのが、やっと数年かかってね、分かってもらえたっていうところと、あと、過去に、そういったちょっと、いかがわしいセールスをした方が、まあ、なんていうんですかね、最近出てこなくなったっていうところで、ほとぼりが冷めたところもあるのかなっていうところですね。まあ、ある意味暗号通貨の熱が冷めたから、その瞬間にポンとね、ビットポイントジャパンに、リスティング、要するに、上場の強化が出たっていうことなのかなって私は解釈してますけども、なんかこの辺、プレセールに関して、リピさんなんか思うことあります？僕自身プレセールは参加はしていなかった。たんですけど、そうですね。まあちょっと、やっぱりそういうやり方は良くはないですよね。うん、まあ、ただ、それで、まあたくさんお金が集まって、ADA の開発資金にできたっていうことでもあるので、まあ、なんとも言えないですよね。はい。これね、プレセールのセミナーに私、繰り返し、参加させてもらって、いつもビシッとね、
100人、200人っていう参加者が広島でもいらっしゃったんですよ。で、ものすごく人気だったんですけども、そのセミナーのタイトルっていうのがね、まあ、全部じゃないんですけども、一部は暗号通貨セミナーとかなってたんですけども、でも、そのほとんどはね、ネットワークビジネスのセミナーだったんですよ。ネットワークビジネスのセミナーで行ってみたら、これからの時代はこれですって感じで、ビットコインの紹介が始まって、最後に体の絵だっていうふうな流れだったんで、サプリメントとか化粧品の延長線上にあったみたいなね。ちょっとなんか妙な感じだったんですよ。それは、ちょっとね、通貨革命が来ると思って、ワクワクして次の世代を取りに行った人は、えらい迷惑だったと思うんですよね。だからそこで未だにね、ちょっとプレセール組の中にもちょっとこう、確執があるみたいなところあるんですけども、なかなか面白いですね、その辺をちょっと掘り返すと。まあ、今ではね、お互い笑い話になってると思いますけども。で、それでですね、もう一個だけ小田社長に聞いたところがあってですね、こういうふうにインタビューしてるんですよ。日本の規制当局は ADA にどのような見解を示してリスティング可能となったのでしょうかというふうに、ものすごく興味深い質問をしてくださったんですけども、これに関してはね、すごく短く回答されてるんですよ。回答は小田社長の回答なんですけども、当局の見解は当初としては回答できる範囲にありませんが、前日の点を含めてプロジェクトの価値を評価いただいたものと認識しています。まあ、要するに、規制当局も最初は怪しいんじゃないのこれと思ったけども、時間が経つに従ってビットコインも浸透してきたし、暗号通貨の取引所が金融庁の許可を受けないとできないようになったし、いわゆる整備が一通り終わったんで、じゃあ体はどうだったのかなっていうふうに見たところ、結構まともじゃないかってことで、今回、ビットポイントジャパンの希望もあって、じゃあ御社からやっていただいたらどうですかっていうふうになったらしいですよね。だから本当に流れとしてはすごく、やっと分かってもらえてよかったなっていうところと、今このタイミングで、結構ね、暗号通貨市場も落ち着いてきて、ビットコインも、なんか一部足元を築いて、イーロン・マスクさんが使ってみたりとか、あと、キスっていうバンドのね、ジーン・シモンズさんが大量購入して、自分のツイッターで、体の買い替えとか言ってる、そんなね、なんかちょっといい流れが来てるところに、うん、まあ、体の値段、日本上場って、もう、今振り返ってみたら、このタイミングってなんか良かったんじゃないかな、みたいにね、思っちゃったりするんですけどね。まあでも、規制当局ってのが日本の国内に、なんかこの規制当局っていうとね、一体どこなのかわかんない書き方ですけども、おそらく金融庁でしょう。そういうところが、まあやっとね、これから、体の値段も扱っていいよっていうふうになってきたのかなと思うと、他のコインチェックとかね、ビットフライヤーとかでももしかしたら扱われるかもしれないなと思いますけども、その辺はなんか、どういうふうに思われます？多分、日本の他の取引所でも、取り扱いはいずれ開始されるんじゃないかなって思いますね、やはり。そうですよね。体のイコール詐欺っていうイメージが、だいぶ覆ってきたかなって思います。うん、まあ、ビットポイントジャパンで実績作れば、他の取引所でも、あ、なんか良さそうっていうことで、多分、取り扱いは開始されると思います。そうですよね。あとはビットポイントジャパンがね、どのぐらい踏ん張ってくれるかっていうところと、やっぱりビットポイントジャパンに一定の資金量がないと、体の間の流通にちょっと耐えられないかもしれないんですよね。うん。うん、だから余計なお世話かもしれませんけども、ビットポイントジャパン儲かってくれって気持ちがね、ありますね、ここで。はい。それでビットポイントジャパンの次は、コインベースっていうところが、日本で活動を開始する。上場っていうか、営業はもうすでに開始してるんですけども、実際に動いてはいなかったみたいなんですよ。細かいことはすいません、わかりませんけども、じゃあコインベースの紹介をちょっとさせていただくとね、コインベースってのは、まあ皆さんもご存知だと思いますけども、2012年に創業して、で、100カ国以上ですよ。もうすでに実動してるんですよ。なぜか日本がその後なんですよね。どうしちゃったのかなと思って、今6800万ユーザーいらっしゃって、まあ世界でもね、本当ナミール、大手、暗号通貨取引所の、まあ、その、まあ、上位にランクインしてるぐらいのでかいところなんですが、本当バイナンスと、まあ、並ぶとは言えませんけどもね、バイナンスには引きを取らないような規模なんですが、これが実は2021年の4月に、ナスダックに上場してるんですよね。だこれによってものすごく勢いをつけて、今83通貨を、通貨ペアを使ってるんですよね。まあ、ですので、ほとんどの、
アルトコイン利用可能と。要するに、コインマーケットキャップの上位、100位とはいかないですけどね、83通貨なんで。ですので、上位コインでかなり有名なところを使ってる中に、カルダノもありますんで、このコインベースが今回日本で活動をスタートするとなると、もしかしたらスタートでカルダノが入ってることも考えられるかなと思うんでね、こちらもホームの期待も高まって、じゃあ今のうちにカルダノを購入しとこうかなっていう動きにもなってるのかもしれません。それでね、コインベースはね、もうちょっと情報があって、Apple Pay とか Google Pay もすでに使えてるらしいんですよ。もちろん、コインベースのやり取りで Apple Pay で何か買うとか Google Pay で何か買うっていう風な実際の通貨みたいな使い方は、このボラティリティを見るとされてはいないと思うんですけども、でもかなり間口が広がって、本当に法定通貨並みのね、利便性を実現しているのがコインベースだと言えますんで、これからコインベースがね、日本で活動盛んにやっていただくと、私たち暗号通貨のファンとしてもものすごく使いやすいなと思うんですよね。まあ、これもだから、これからの未来を明るくしている要因にもなるかなと。だから、あとは私としてはね、税制をなんとかしてほしいなっていうね。この、決済すると、翌年も決済しないといけない、決済地獄のローテーションに入っちゃうというね。だから今回せっかく、ビットポイントジャパンでカルダノオープンしますけども、プレセールの人が一体どのぐらい決済できるのかなと思ったら、なかなか難しいものがあるなと思うんですけども、税金のことについてはなんか、思うことありますか？なんかこうなったらいいなとかね、FX 並みになんないのかなみたいな。そうですね、FX 並みになってほしいですよね。カルダノはプレセールで買った人とかは、まあ、ほぼ、送り人になってるので、55% の税制はちょっと、泣いちゃいます。そうなんですよ。多分、そう、プレセールで買われた方って、今ね、実際に、当時10万か15万ぐらいでスタート買ってると思うんです、最小単位。その最小単位でもう1億円越してますんで、これ全部決済すると、55% の課税に住民税 10% で、プラスですね、1年経ったら予定納税が来るんで、多分1億円決済すると、8000万円ぐらいは、手元からなくなるっていう計算になるんですよ。だからこれ皆さんよく覚えておいてください。このね、とてつもないね、税金で破産するという、本当にそれがありますから。だから結局、送り人になっても使えないというね、ほとんど。だから本当ちょびっとずつ決済して、無駄遣いしないようにしないといけないし、あとは、この暗号通貨対暗号通貨でやり取りした時でも、そのたんびに課税されますんで、やっぱり税金のことはね、ここで、しっかりと身につけておかないと、その税理士さんもあんまり扱ってくれないんでね、これもややこしいんで。ずっとコモンを持ってる方でしたら、税理士さんが付き合ってくれるかもしれませんけども、新規で税理士さんにお願いすると断れるところばっかりなんで、ここは税務署に通って、暗号通貨ホルダーなんだけども、大丈夫でしょうかとか、どういうふうにしましょうかみたいなのをやったら、これ丁寧に結構教えてくれるんでね。これを機会に、大きな含み益を持ってると思われる方は、まあ、私もちょっとね、一緒に勉強したいと思いますんで、税金のことをシビアに見ていかないと、まあ、とんでもないことになっちゃいますんでね、ご用心いただきたいかなと思います。だからね、プレセールでね、100万単位で買った人とか、もう海外に逃げるしかないみたいな感じですよ、これほとんど。なんか嬉しい悲鳴かもしれませんけども、儲かった人にはね、それなりの、やっぱりこう、怖い面がありますんでね。税務調査とか来ちゃうとね、ほんとめんどくさいですよ。経験が。いや、私はないんですけども、いつも覚悟してますね、もうね。いや、情報発信もしてるんで、見てるそうなんですよ。税務署とかも行く回数が多いんですけど、やっぱりこう、税務署に行っていろいろと聞きながらやると、ほんと丁寧に教えてくれたりとか、何か突っ込まれた時でもね、税務調査で。これは税務署に行って何々さんに聞いたんですよって言ったら、もうすごくね、勘案してくれるそうなんで、だから税務署は避けるものではなくて、積極的に納税する意思があるってことを示すことがすごく大事らしいんですよ。ちょっと怖いですけどね、やっぱりね。なんとなくね。払えば払うほど払い漏れがあるんじゃないかなって恐怖が出てくるんで。ビビっちゃいますよ、もう。はい、すいません。なんか個人的な話になりそうなんでね。でね、日本上場っていうのがこの度図られます。で、ビットポイントジャパンは上場はするんだけども、実際の取引は
9月の中旬頃からだそうなんですよ。まあいろんなことがあるんでしょうけどね。で、私もちょっとね、いろいろとね、想像して、これからのことを考えてるんですけども、短期的に、これから、日本上場後の体のっていうのがどういうふうになっていくのかなとかね、例えば年内とか、それから中期的、今後2、3年でどういうふうに動いていくのかなとか、それから長期的、これ10年単位とかね、20年後とか、そういう単位で、暗号通貨とか体の値段がどうなっていくのかなみたいな、ね、この短期、中期、長期に分けて、まあこれ想像で全然構わないんですけども、リピさんがこういう風になるんじゃないかな、こういう風になってほしいなみたいな、妄想の範囲でね、もう当然未来のこと分かりませんから、お話しできるとしたらどんな感じになると思います？うん、まあ短期的には、そうですね。まあいろんな取引所に上場してくれて、価格がまあ上がってくれたら嬉しいかなぐらい。まあそれでも年内だったらまあまた下がったりとかもあるとは思うんですけど、うん、まあ中期的に見れば、うん、まあ1000円とか行ってもおかしくないんじゃないかなっていう気はしています。うん、で、長期ですね、10年後、うん。そうですね。10年後ですね、ここが結構ポイントっていうか、僕もどうなるかっていうとこ、すごい期待しているところで、ステーキングの報酬って、今、事前に割り当てられてる、その、140億 ADA が、そのステーキング用にあるんですけど、それが、なくなるんですよね。うん。これは10年間で、全部使い切る想定なので、はい、10年後は、もうカルダのステーキングの報酬は、トランザクション手数料だけから支払われる。ことになりますね。うんうん、そうしたときに、例えば、その時、カルダの1エーダの価格が、100円とかだったら、全然足りないわけですよ。うんうん、まあ、どれくらいのトランザクションが流れてるかにも当然よるんですけど、10年で絶対に、やっぱりビットコイン並みの流通量とかになってくれないと、うん、カルダのネットワークを維持するのが、かなり厳しいんじゃないかなって個人的に思ってますね。うんうん、なので、まあ、そのためには、何としてもカルダノが世界を支えるインフラになって、もう生活とカルダノがもう密接になって、カルダノなしでは世界が回らなくなってることを期待してます。うん、確かにそうですね。やっぱり今、伸び盛りの時なんで、ちょっとこう、心配しすぎかなっていうふうに聞こえることもあるかもしれませんけども、10年後は確実に来ますからね。はい。で、その時に、やっぱりこのトランザクションを維持するだけの流通量が、ボリュームがなければ、うん、本当逆ザヤになってしまったりね、体のが使いにくかったりとか、目詰まりしたりみたいなことが起きると思いますが、それも、やっぱりこう、チャールズ・ホスキンソンさんは予見して、作ってくださってると思いますし、活動もしてくださってると思うんですね。まあその中で私たちがね、このカルダナイダが世界を支えるインフラになるっていうキーワードが出ましたけども、そのために何ができるのかなって言ったら、私はやっぱりね、こう、情報発信なのかなと思ってるんですよ。このカルダナイダって素晴らしいものがあるよとか、これは先ほどお話したように SDGs っていうふうな持続可能性を高めるためのね、一つの、このコンテンツ、といったらちょっと乱暴な言い方になりますけども、まあインフラといったのが 何か適当なのかわかりませんけどもね、まあ新しい概念になるんじゃないかなと思うんですよ。今は私たちの手元にインターネットってものが不可欠であるかのように、そしてちょっと前から始まった電気ですね。電気ってものが切っても切れないようなものになってきた。そしてエネルギーの上に立つような情報発信、情報流通が絶対いる。その上にさらに体のってのがドカンと積み上がって私たちの新しい人類の文化っていうのが広まっていくのかなと。で、具体的にどのポジションで体の間が私たちの暮らしに入っていくのかってことは今ほんまに見えないんですけども、例えばカジノチップに使われるみたいなね、小さい話から体の間って来たんですけども、今カジノチップの話誰もしてないですからね、体の間をカジノチップで使おうなんて、いつの話だよみたいなね。でも今は私はね、そのビットコインをしのぐようなイーサリアムが不要になるぐらいの、とてつもない、媒体、暗号通貨になっていくと思うんですよね。で、ブロックチェーンって言ったらいいのかな。通貨以外の役割もしっかりと果たしてくださってると思いますし、やっぱり根本的には30億人の
なんか身分証明もできない、預金通帳も財布も持たないような人に権利を与えてくれる。そんなね、人類を支えるものになっていくと思いますし、まさにそのアフリカっていうところにチャールズ・ホジキンソンさんがそれを見出してるってところと、うん、あとはやっぱりこう、アフリカの開発っていうのがこれからね、進んでいくんだろうな、というふうなことは多くの方が言われてるし、実際に私たちも体験してるところなのかなと思うんですよ。いろいろとね、解決しないといけない問題はありますけども、アフリカ大陸ってものが今文明を手にしてね、以前虐げられてきた、搾取されてきた、そんなね、まあ、暗い歴史もあったんですけども、うん、今、うん、こう、言葉はちょっとね、難しいんで、使っていいのかどうかわかりませんけども、アフリカから始まった、まあ、奴隷っていうね、身分の人たちがかつていました。でもその人たち今、権利を手にして、一国の大統領にもなったりとかして、あらゆるところで人類にいろんな知恵や英知を与えてくれてね。そして今、アフリカをもう一回やり直そうかっていうところに来るんじゃないかなと思うんですよ。で、そこに体のってものが、張り巡らされていくといいなと、私も思うんですけどもね。平和を作って、文化を作って、今までどんなところか分かんなかったアフリカってものが体の枝によって知らされていくっていう、ね。なんか私はそこに、すごく夢を持ってるっていうかね。アフリカが新しい文明の発信地になっていくのかな。そこに体のってものが流通すればいいかな、みたいなね。もう完全にこれ願望なんでね。皆さんあんまり当てにしないでくださいね。皆さんそれぞれに体のレーダーにかける未来の構想っていうのがあると思いますんで、そういうのをいつかね、お茶飲みながら話せるといいなとは思うばかりでございますんで、今日は、今日ね、リピさんに聞きながら私も思いをちょっと語らせてもらったってことなんですけどね。うん。じゃあね、もうちょっと軽い話題にさせてもらいますけども、カルダノのファンでよかったって思うことを、なんかこう、聞きたいなと思うんですけど、どんな本ですかね、その辺は。そうですね。まあ、ブロックチェーンが、世界を支えるインフラになるっていうのは、おそらく、まあ、起きると思うんですけど、まあ、それが、おそらく僕はカルダノだろうって思ってて、で、その過程を今、目の当たりにできているっていうことがすごく楽しいですね。まあ、あと、やっぱりカルダノはその詐欺って言われてきたので、まあ、その逆転劇ですよね。なんか、まあ、それが、もう今まで詐欺って言ってた人たちが、その手のひらを返したように、やっぱりカルダノが必要だねって言ってくれるような、世界になることを、まあ、見てて楽しいなって思っています。うん。いや、まさにそうですね。今、いろんな時代の変わり目ってのが、その時々において起きますけども、これほどね、インパクトの大きい時代の変わり目ってのになかなか立ち会えないと思うんですよ。だから私としてはね、本能寺の変を、なんか、そこに、現場にいるみたいな感覚ですよね。織田信長が撃たれて、新しい時代、明智光秀が、なんか、3日間だけども、天下を取ったみたいなところに、なんか居合わせたような、そのぐらいのインパクトを持ってね、この体のってこんなになっちゃったんだ、みたいなね。いや、本当にまたなんかやられちゃったのかな、ぐらいな気持ちも、途中で持ったことあるんですよ。またやられたかな、みたいな。いや、でもそうではなかったと。ああ、ついに、そこに居合わせてるんだな、みたいなね。そして、体のに批判的だった方も、もしかしたら、体のが、唯一の暗号通貨に、なりつつあるんじゃないかなってことで考えを変えていくところとか、そういう姿を見るとね、まあなんとも痛快でもあるし、よかったっていうふうなね、ああ仲間だみたいなね、うん、誤解が解けてよかったみたいなね、そんな気持ちにもなったりしますんで、これからのカルダネードの活動もね、ちょっと注目していきたいなっていうのと同時に、カルダのいい情報を広めることによって、カルダネードの誤解をもっともっと解いていくようなね、そんな役割が私たちホルダーにはあるんじゃないかなって期待しますね。まあ、こう、今日来ていただいた方も、カルダネーダのファンで良かったなっていうのは、まあ、一つには、含み益がかなり取れたってこと、これ正直あると思うんですよ。でも、そのために始めてますからね、皆さんね。儲かるものないかなっていう切り口で、なんか、これ儲かるみたいだよっていうのの一つが、多分、カルダネーダだったっていうのがスタートだと思いますけども、知れば知るほど、個人的な利益にとどまらないような人類の利益になる。そんな概念だってことに気づき始めてると思うんですよね。だからこそ、ああ、カルダノでよかったっていうふうに多くの方が思っているんじゃないかなと。だからこれからはね、その気持ちを
周りの人に伝えていくことかなと思うんですよ。こんなものがあるよと。昔は詐欺って言われたようなもんだったんだけども、ビットコインなりイーサリアムなり、着実にプロジェクトが進んできて、私たちの暮らしを楽にするよと。ただ、通貨としてまだそんなに自由には使えてないけども、だからこそ私たちはもっともっと知ることが大事だよ、みたいな形かなと思うんですよね。単なる儲けの手段ではないっていうことかな。ここまではね、儲けの手段として使われてもしょうがなかったんですけども、これからは実際にこれをどう人類に当てはめていこうかなっていうふうな、そんな世代になっていくのかなと思いますよね。で、リピさんね、私たちに、まあ私の場合は今1歳半の子供がいるんですけども、この子が成人した頃って、お財布から1万円札を出すんじゃなくて、体のでいろいろやり取りしたり、体ので卒業証書をもらったりとか、体ので何かのね、記録を蓄積したりとか、なんかね、いろいろと出し抜かれているような気がしますね。父ちゃん、こんなことも知られんのかよ。体のだよって言ったから、いや、俺の方が先に知ってたんだよ、みたいな、ね。でも全然もう、知識とか情報じゃ追いつかなくなってるみたいなね。そんな悔しい将来をね、楽しみにしてるかなってことですね。はい。で、今日はもうちょっと時間使わせていただいて、今日ね、ご参加いただいた方に、今、26名の方、私とリピさんを除くと24名の方が来てくださってるんですけども、Q&A をね、なんかやってみようかなと何件か思うんですけども、私と、まあ私はともかくね、リピさんいらっしゃいますので、カナダのエダとか暗号通貨に対して、なんかこう、ご質問がね、いただけると何件かお答えできると思うんですけども、もしくはね、今日話聞いてみて、私はこう思うんだよみたいなことでもいいと思いますんで、どなたか発言をしたいなって方は、ぜひね、コメント欄にちょっと書いていただきたいと思います。一度に手を挙げられてもちょっと困っちゃうんでね。いかがでしょうか？コメント欄に何か言わせてくれってまずはね、メッセージを入れていただければ、その順番に取り上げたいと思います。まあ、全員ではないかもしれませんけどもね。何もなければこのコーナーを、先送りさせていただいて、最後の挨拶に入ろうと思いますけどもね。特にないですかね。はい、まあまあ、でも、ないかもしれないですね。皆さんそれぞれ思うことがあると思いますけども、先のことはわかりませんので、体のは一体いつにいくらになるんですかと答えれませんって言うしかないですからね。また想像を言うしかないですから。はい、まあでも本当にね、日々、更新を、動画の方の更新いただいてありがとうございます、リビさん。これからも、ステーキングプールの運営、本当にね、お任せしてばっかりですけども、来ましたよ。自動実行はうまくいくのですか？これは何でしょうか？自動実行はうまくいくのですかっていうのは、ちょっとどういう意味かな、これは。スマートコントラクトのことですかね。ああ、なるほど。スマートコントラクトね。うまくいくのですか？うまくいくのですか？今、ちょうど検証して、パープルかなの時ですけど、まあ今のところ結構順調みたいで、9月の、13だったかな、中旬ぐらいに、いよいよリリースされます。うん、で、その前に、8月の末ぐらいに、ステークプールオペレーターの方ですね、各、プールをスマートコントラクト用にバージョンアップを実施するので、そこが問題なく完了できるかどうかっていうところが、ステークプールオペレーターからすると結構気になってるところです。スマートコントラクトね、気になるところですけども、まあ、うまくいくでしょう。きっと。体がうまくいかなくなったら、他の通貨でも二の足を踏むってことじゃないですかね。そうですね。一番進んでいる、それが体のじゃないですか。まあ、願望が入ってますけどね。はい。本当に、カルダノでスマートコントラクトを実装されたら、極端な話、イーサリウムがもういらなくなっちゃうじゃないか。そう。いらなくなっちゃうんですよ。そうなんですよ。そこまでインパクトですよね。あ、次質問来てますんで読ませていただきますね。プール運営をされているとのことですが、これはマスターノードを立ち上げているということなのですかと来てますけども。マスターノードっていうのは、なんだろうな。ちょっとマスターノードっ
ていうのがあまりすいません聞き慣れてなくて、プールウェイっていうのは、そうですね、ブロックプロデューサーノード、要するにブロックを生成するっていうノードと、あと、リレーノードっていうそのネットワークにの情報を伝播させるっていうノード、この2種類のノードを運営しているっていうことを意味しています。うん、ブロックプロデューサーで、作ったブロックですね、それを自分の管理するそのリレーノードにパスして、で、そのリレーノードが、いろんなリレーノードに、その情報を流して、まあ、カルダのネットワーク全体でブロックを共有するっていうような仕組みです。はい。詳しくはね、5日ごとに更新してくださる、ぜひね、リピさんの動画を見ていただくと分かりやすくなると思います。ね。明日も更新してくださるそうなんで、明後日ぐらいには私の方からも再配信できると思います。で、マスターノードはね、すいません。私もね、ちょっと耳に入ってない言葉だったんで、これから調べさせてもらいます。ありがとうございます。ご質問いただきました。なんか、リピさんあれですね。大悟さんみたいですね。最近謝罪会見されませんでした？そうです。なんか、大悟さんに見えるんですけどね。この顔というか。このワイン持って喋ってください。今度。すいません、突然変なこと言いましたけど。はい。じゃあ、2点ね、ご質問いただきました。ありがとうございますと、返信も来ましたので、こちらこそありがとうございます。またね、随時ご質問があるようでしたら、しっかりと調べて、返信することもできますので、私の方もしくはね、リピさんの方にメッセージを上げていただければと思います。動画の方は常に更新してますんで、いつでもご質問大歓迎です。はい。じゃあね、そろそろエンディングに入っていくんですけども、皆さんも本当お集まりいただきましてありがとうございました。今回ね、今後なんですけども、今後リピさんの方が、またステーキングをね、まあ、常に募集はしてると思うんですけども、改めて、日を区切って何日までの募集をしますよっていう時が、まあこれからもあると思うんですけども、なんか今後のそのキャンペーンの募集とかね、委任の募集とか、うん、なんか、計画されてるところあります？委任料が今、15M、まあ、1500万 ADA 溜まってて、はい。で、プールの上限が、今の設定だと 64M だから 6,400 万 ADA までしか、うん、集めることができないです。まあ、うん、それ以上集めることもできるんですけど、それ以上集めてしまうと委任者の報酬がどんどん下がっていっちゃうっていう仕様になってるんですよ。うん、で、まあ今自分が 15M で 64M まで貯められるので、まだまだ大丈夫かと思うんですけど、この 64M って近い将来、32M、半分に引き下げられる予定になっているんですね。うんうん、まあそうなると、まあ32分の今15で、うん、ってなってくると、割と上が見えてきちゃって、そうですね。そうなると、まあ委任集まるのはとても嬉しいことではあるんですけど、32を超えてしまうと、委任報酬が減少してしまうので、うん、で、プールを、分割しようかなって考えてるんですよ。うん、はい。たくさん集まったとき。うん。まあ、一つの方針として、今手数料を 0%、イニシャル様に最も有利な 0% に設定してて、まあ、そこをちょっと上げさせてもらって、その、イニシャルの方を少し牽制するっていう方法もあるんですけど、ちょっとそれはあまりやりたくなくって、うん。うん、で、そこで、そのプール、サーバーですね。それをもう一個自分で作って、そっちに、ちょっと今いる方々を移ってもらうっていうことをやろうかなって思ってて、それが今時点だと 20M です。あと 5M ぐらい溜まったらやろうかなって思ってるんですよ。うんうん、なので、この時に、ちょっとその、新しい別に建てるプールの方に移ってくれる方、うん、または、新しく移民をしてくれる方向けに、キャンペーンっていうのをまたやれたらなぁと思ってます。あ、なるほどね。はい。まあ、そこは必ずそうなるべき問題ですね。委任料の問題っていうのはね。ぜひまたその時はね、お知らせいただいて、こういうふうな場を設けたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ね、今後も私もファンをどんどん増やしていく活動をするつもりですんで、また、リビさんにお願いすることがあると思います。はい。
はい、ということでね、そろそろ終わりの挨拶になってきますけども、まあ、最初にお話した通り、特にね、極秘情報をお知らせするために集まっていただいたわけではなくて、まあ、単純に、おー、ついに日本上場化良かったね、みたいなお話を今日はね、するのと同時に、思わずね、価格の方、今日の時点で300円超えてますんで、すごいなってことで、この興奮をね、皆さんと共有できたらいいなっていう時間でございました。もちろんこれから体の枝に興味を持って、今まで手にしたことがなかったんだけども、どうしようかなって方にはね、まあ、ぜひ私はね、5000円でも1万円でもいいんで、まあ、ダイダロスに入れていくことをお勧めしたいと思いますし、1枝からでもステーキングができますので、全然1枝なんてね、300円だからしょうがないよじゃなくて、まずその手順をやってみて、実際に興味を持つっていうことを、これをきっかけにやってほしいなと思います。そして力強い仲間が、リピさんって方がいらっしゃいますんでね、体の枝のことはしっかりと、サポートしてくれますんで、まあ、私もね、及ばずながら、体の枝のファンとして皆さんと共にやっていくつもりですので、そこはね、ご信頼いただいて、一緒にこれからの新しい時代を体を通じて見ていこうかと思いますので、楽しんでいきましょう。じゃあ、リピさんの方からもね、ちょっと皆さんにお礼とご挨拶といただければと思います。よろしくお願いします。はい、今日は、集まっていただき、本当にありがとうございます。まあ、自分としては、確かに、体の未来を支えるっていうこととかも、まあ、あるんですけど、やっぱり、プール運営をしている以上、まあその皆さんから委任していただいているその委任に対して、やっぱり報酬という形でお返しするっていうのを一番の使命に置いています。まあ、これからもですね、やっぱりJSP はどこのプールよりも透明性っていう部分を一番重要視して、まあ Twitter とかホームページ、あと YouTube で日々ですね、皆さんが安心して委任できるように精一杯尽力していきたいと思っています。まあ、もちろん毎回ブロックの割り当てが運なので、ちょっと寂しいブロックの生成数の時もありはするんですけど、まあ、年間として平均するとやっぱり 5% 前後に落ち着くっていうところは、まあ確実っていうか、おそらくそうなるので、まあそこは安心していただいて、長期的目線でぜひステーキングにご参加いただければと思っています。で、まあ、あと、結構質問とかいただくこととかもあるんですけど、多分、いきなり動画見ても、結構何言ってるんだろうわかんないなっていう用語とかもあると思うんで、そういった時とか、お気軽にメッセージ、メールでもいいですし、コメントでもいいので、いただけたら、自分の方から、必ず、できるだけ早く回答するようにします。あと、こういう解説動画が欲しいとかっていう要望も、ちょっと答えられる範囲は限られてはくるんですけど、ご要望いただければ、頑張って作りますので、ぜひ遠慮なく、どんなことでもいいので、ご連絡いただければと思います。自分からは以上です。はい、どうもありがとうございました。まあ、これにてね、今日のプログラム全部終わります。時間もちょうど1時間ほどになりましたんで、いつもなんかね、スケジュール通りに始まって、スケジュール通りに終わって、なんか、綺麗にまとまるもんだなと思いますね。リピさんありがとうございます。これからも、リピさん来ていただいて、いろいろお話しいただく機会ありますんで、皆さんもね、これから、新しい時代に向けて、まあ、本当に今、いろいろね、社会見ていると、あんまり明るい話題ないんですけども、うん、これはね、ぜひともね、体のから世の中に日本に光をもたらすぐらいの気持ちで今日集まっていただいた方は、思いを新たにしていただきたいかなと思いますね。うん、いや本当にそうなると思いますしね。なんかチャールズ・ホジキンソンさんって、なんか昔関西の方に住まれていたみたいなこともあってですね。まあそういう意味でも日本に結構ね、ひいき目に意識を向けてくださってるみたいなんで、ここは大いに甘えていきたいと思いますんで。また、あ、そうだそうだ。大事なことを忘れてた。10月の27、28、29あたりだったと思いますけども、ブロックチェーンエキスポってあるんですよね。これのブロックチェーンエキスポに、体の枝のブースが出るんですよ。速稼塾の、まあ、他のね、YouTube をやってる方が、そこに出るんだって言ってね、寄付を呼びかけておりますんで、私も寄付しますけども、出店のための、支援っていうのはね、まあ、可能な方はそこにちょっとね、告知でもいいんで入れていただいて、また告知させてもらいますけども、成功するように、ブロックチェーンエキスポ、体のブース、応援していきましょう。で、チャールズ・ホスキンソンさんが登壇されて、お話しされるそうなんで、このブロックチェーンエキスポの方に行くと、
チャールズ・ホスキンソンさんが見れるし、もしかしたら会えるかもしれないというね、そんなことがあります。また追って速回塾の放送の中でお知らせさせてもらいます。それが今日できる私からの情報プレゼントかな。はい。じゃあ、そのエキスポは自分も参加します。もうそうなんですか。運営の方に今、微力ながらお手伝いさせてもらってて。はい。はい。当日も日程が合えば、企画の方やらせていただきます。あ、そうなんですか。じゃあこれ合わせてね、皆さんも、ぜひね、ご参加いただきたいと思いますし、もしよろしかったら、細かいこと分かりましたら、またお知らせください。私の方からも告知したいと思いますんで。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、とっても素晴らしいアナウンスをいただきましたんで、今日は終わりです。皆さんお疲れ様でした。じゃあ、それぞれね、ブロックチェーン、そして暗号通貨、カルドネーダ、これからの人生にどう関わっていくのか、ワクワクしながら想像していきましょう。リビさん、どうもありがとうございました。はい。こちらこそありがとうございました。じゃあ、今日は以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼いたします。失礼します。